佐久間大介の運命的な出会いは、メンバー、単独映画初出演、君目つき悪いねーって監督に。スノーマン佐久間大介、31、が17日、都内で、映画、マッチング、内田英二監督、2月23日公開、完成披露試写会に出席し、運命的な出会いについて語った。佐久間は主演の土屋太鳳、28、演じる主人公の凛花とアプリで出会い、異様な暗い雰囲気を漂わせて執拗につきまとうストーカー、永山トムを演じる。役作りについて、愛があるからこその行動だったり原動力を監督と会話しながら作っていけたので楽しかったです。君目つき悪いね、いいね、って監督に言われました、と周囲を笑わせた。昨年公開のおそ松さんなどグループでの出演経験はあるが、単独での映画出演は初。運命的な出会いについて聞かれると、佐久間はスノーマンのメンバーとの出会いと即答し、ファンからは歓声も上がった。続けて、もともと6人で、今は9人になってデビューして、6人の時代も9人の今も全部がスノーマンなんだなと思います。メンバーがいるからできていることもある。お互いに支え合いながら活動できていると話した。土屋太鳳28、金子信明42、杉本哲太58、斉藤幸57も登壇。